を全く信頼していない麦わらの一味信頼の象徴みたいな。そうですよ、みんなのこと今一番面白くなってるという、ゾウさん行きましょう。お互いを全く信頼していない麦わらの一味、チョッパーが仲間になるときに、でも俺なんてトナカイだしお前らと一緒に行けねえよってルフィが、うるせえうるせえ行こうでしょ2回振り払ってる、お互いを全く信頼していない麦わらの一味、あのゾロが船の先端でこうなんか素振りみたいなのしてたら、おいゾロ陸でやれお互いを全く信頼していない麦わらの一味、ロビンが泣きながら生きたーい、お互いを全く信頼していない麦わらの一味、あのアイアムっていう自分一人だけの主題歌を歌ってる違うだから最低最低だからお互いを全く信頼していない麦わらの一味ですが、シャンクスさん腕が敬語あんまり関係性がお互いを全く信頼していない麦わらの一味、ゾロに意見を求めるときに、そこの背中傷ケンハジさんが背中傷ケンハジさんね背中傷ケンハジめっちゃいじってんじゃんお互いを全く信頼していない麦わらの一味、アーロンアーロンアーロン、ルフィ助けて、ナミ本当に刺したか見せろ信じない、あんなに生々しかったぞお互いを全く信頼していない麦わらの一味、ルフィがゾロに大事な話があるからちょっといいかって言ったら、ゾロがちょっと待ってくれ、海のそばで話してもいいか泳げねえからお互いを全く信頼していない麦わらの一味、ルフィがちょっと全員一回本当の必殺技見せ合おうよあれやつ出てくるよお互いは全く信頼していない麦わらの一味、あのビビと最後別れるとき、私のことをもう一度仲間と呼んでくれますかっつって左手のバツをバッて出して、その後急いで消していたお互いを全く信頼してない麦わらの一味、この麦わら帽子をお前に預ける、いつか返しに来い、ここに名前と母音だけしてくれお互いを全く信頼していない麦わらの一味、あの仲間を信頼していないやつだけが入れる酒場に偶然全員集まってお互いを全く信頼していない麦わらの一味、サンジのことを料理のおっさんサンジじゃねえかお互いを全く信頼していない麦わらの一味、ワンピースってあの戦闘の時にあのサンジにはこの敵とか、その一人が一人の敵を担当して怠慢でやると思うんですけど、信頼してないからなんか2対1になったりフリーの敵が現れたりして、そのフリーの敵が荒らしまくるお互いを全く信頼してない麦わらの一味、遠くに移動するときにブルックを宅配便で送っていた物としてこれだからお互いを全く信頼してない麦わらの一味、ウソップあの旗打ち抜けるか、いややっぱ業者に頼むわお互いを全く信頼していない麦わらの一味、サンジサンジはよ、そのサンジって時間のサンジかな、え2時1時え、ゾロってお前ゾロ目のゾロか、サイコロ振ったらお前ゾロ目絶対出るんじゃねえのか、おいおいおい無視すんなよ、おいおいおい技名のないパンチその怒りが出たらその時は技なんて文字も出てこない